朝ドラおむすびから主人公米田結衣を演じる橋本環奈さん、そして結衣のおばあちゃん米田佳代を演じる宮崎美子さんです。よろしくお願いします。もうたくさんの方が嬉しい、ありがとうございます。見たんですから、はい、そうか、そして橋本さんにとってはもうふるさとですよね。そうですね、おかえりっていう気持ちで、はい、受け入れてくださるので嬉しいです、ありがとうございます。本当に嬉しい。最初はこう、うん、米田家の呪いだと人助けっていうの、うんうんうん、でもその幸せっていう風に感じられるようになったっていうのはすごい成長ですよね。とっさに海に落ちたりとかもそうですけど、普通しないよねっていうことをするのがやっぱりこう米田家の家族みんなのいいとこなんだなっていうのを、ね、多分ゆいちゃん自身も自覚してったんだろうなと思いますね。やっぱりこう夢が最終的に決まる前って何でもやってみたいって思うのってすごくいいことじゃないですか。確かに確かに。それこそギャルも書道も一生懸命やりたいと、なんかこのまっすぐなゆいちゃんは素敵だなと思うし、エモいですね。エモい、激エモプリクラ、激エモだって。なかなかギャルになるまでもね、いろいろ紆余曲折あったからなんですけど、ね、セリフでお母さんお父さんに私ギャルになりたいって宣言するよってね、はい、なんかめっちゃ可愛かった。そうですよね、おばあちゃんが本当に素敵で、うん、まあね、人間何があってもこう生きていくためにはなんかお腹すく食べなきゃいけない、うん、食べて前へ向こうよっていう、うん、なんかいろんな場面でおむすびってあったかい食べ物だなと思いま す,、うんうんすね、人の手でこうね作って、ね、確かに本当に手渡す、うん、結ばれるっていうことですね。そうだと思いますよ、うん、お姉ちゃんみたいな生き方が嫌なの、うん、辛かったの、お姉ちゃんだけやない。お姉ちゃんなんて大っ嫌い。なんか今まですごいちゃんと抑えてたからこそのっていう爆発みたいなものがあったのかなと思います、うんうんうん、本当にギャルマインドというか。あ、そうですね、なんかそれもすごく喧嘩して仲良くなるみたいな。そうギャルってそうだよねという、ぶつかっても仲良くなれるって、ね、うち栄養士になりたい。なんで栄養士なんや。自分がやったことで誰かが喜んでくれたらすごい幸せな気持ちになるんやって気づいた。いいんじゃない、ゆいらしくてね、お父さん。うん、頑張れよゆい。ありがとう。栄養士になりたいって言う時に、はい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 、なんで栄養士なんだっていうのを理由を聞いたりとか、うんうん、でもそれでいて認めてくれるっていうのがすごくお父さんだなと思って、うんうん、なんか最後の表情すごい良かったじゃないですか。本当良かった。なんか、うん、応援するっていうふうに言ってくれるのは最終的に背中を押してくれるのも、ね、本当素敵だなと思います。1年生の高校生と一緒にいても全然高校生校舎を歩く橋本さんの姿に思わず、これ恋に落ちるっす、これそれなるよね、そりゃそうよ。ちょっと今まあみんなをときめかせてましたね。でも本当にすごく、まあ、協力的で、うん、いい子たちばっかりで、すごい寒い中ずっと立って待ってくださってたので本当ありがたいなと思って、実際の生徒さんが、はい、そうなんだ、一生の思い出ですよ ね, ね, ね本当にで恋にも落ちてる、落ちてるかその恋抜け出せねえぞ、抜け出せない、もう抜け出せないよ。しかもね、あくまで仕事やけんって冷静な子もいてみたいな、かわいい。つけ爪に興味津々。ずっと喋ってるんですよ。食べ物とか食べられないでしょ。これはすでにお箸じゃん。すでにお箸じゃん。スプーンにもなるし。ミリチャムは本当にギャルなんで、うん、あのチャムとかはもう手さばきがすごいんですよ、スマホの手さばきが、もう慣れてる、もう慣れが違うなって感じがします。で、スズリン役のそれこそ夏美とかは、うん、タッチペン買って、もう打てないから、スマホタッチペンで原賞の時は特にいつもより長い、賞用の、そうなんです、爪、爪が本当にずっとみんなこうやって待ってたんですよ。そうそうそう、オペ直前。はい、じゃあお母さんから言います。え、
私はね、どっちでもいい。っていうか、どこでもいい。どこでもって？糸島でも神戸でも、子供たちがただいまって帰ってこられる場所だったらどこでもいい。おばあちゃんもその意見に賛成。愛子さんにとってはね、うん、あの佳代さんが良き理解者になっているような感じがしますね。あの愛子さんタメ口なんです、シュートメに。そこがすごいですね、義理のお母さん。そうなんですよ。実際に麻生さんに聞いて、あの実際のお母さんにはね、そこんな風には喋れませんと、うん、でもそういう人なんですよね、うんうん、あのだそこがすごいし、うん、私もそれでもうとても心地よく応じてられるし、うん、すごい信頼してると思う。子供に戻ったみたいに、すごいその日あった出来事とか、ほんとしょうもないことをダラダラ喋ってるなと思うんですよ。すごっ。久美子さんに、うん、でなんかつまんなくないかなと思うんですけどあの終わった後、撮影終わった後、喋りすぎちゃったなと思うぐらい、ずっと聞いてくれるんです、話を。なんか聞き上手すぎて、ついつい喋っちゃう。すごい。いいか、必ずプロになる。そしたら俺は米田結衣に好きだって告白する言ってんの、してんだよ。する告白だけもうしてるからっていう。告白しとるんだっつうの。あ、好きだってことを告白するからなっていう、告白の告白っていう、ちょっと天然入ってるところがちょっとやっぱ佐野さんっぽいっていうか、そうですね、ちょっと似てる部分があるかもしれないです、ね。天然発言連発しすぎて、もう現場でみんな涙出るぐらい笑ってたんですよ。本当に、ちょ、一昨日ぐらいかな、うん、結構すごかったです。違う惑星にいるっていうずっと言われてなるほど、地球人には理解できない。 それはあのどこの話をしてるのっていうピーマン味噌って、糸島とかであるじゃないですか、はいはい、あれを実際にその美味しすぎて、うん、食卓のシーンで全員が絶対小皿に盛るんですよ、うん、そう撮影が始まる前に前に確保して、ね、シーンの時に食べれるように確保して確保してそれぐらい全員が大好きで大根おろしの生姜汁、生姜汁ね、はい、これがね、私最初台本で見た時に絶対苦くて美味しくないとか思ってたのそしたら大根おろしにあの生姜をたっぷり乗せて、うん、あのお出汁、ちょっととりもつけたお出汁をたっぷり貼って、めちゃくちゃ美味しかった。体に染み渡るみたいな、本当二日酔いだけじゃなくて絶対もう体にいいって感じです。